こんにちは。今日はこのボホシリーズの2個目、これ1個目だったんですけど、2個目の、この糸をご紹介していこうかなと思います。で、この絵をねちょっと調べてみたら、これはちなみに赤いブドウ畑らしいですね。で、前のこのゴッホの絵の名前もちょっと下の概要欄に貼っているので、よかったら見てみてください。で、ちょっとやっていこうかなと思いますね。今回からこの絵の名前、まあ一応調べてみたんですけど、間違ってたら教えてください。まあひまわり以外わからないんですよね。こういうのですね、バーコードで5433番で、径が 75%、 ナイロン 25%、 100g 425m 入ってますね。これね、今回も6号でやっていこうかなと思っています。で、ちょっとね、最初だけメリアサミ風がね、やっぱりできないっていうことは方が、まあ前からこのガマ口のところのコメントに限らずめちゃめちゃっていうか、まあ、結構あったので、最初だけちょっとゆっくりやっていこうかなと思ってますね、今回だけで。何をおうとしたんかな。そうですね、ちょっと糸を出してやっていこうかなと思います。はい、こんな感じで糸を出してきて、まあ、もうこの時点でめちゃくちゃ楽しそうですよね。いろんな色が入ってるし。で、まあこうやって始めていくんですけど、6号でやっていきますね、今回で。まあこういう時って太い糸でご説明した方がいいんかなって思うんですけど、まあちょっとね、このガマ口でこのメリアサミ風ってやることが多いんで、私で、そういった場合の方がコメントがあったりするんで、まあ、細い糸でまあガマ口を作る感じで、まあ、まあ関係ないのかな、ちょっとやっていこうと思うんですね。まあこうやってね、私は一重なんですね、こうやって普通はこう2回回してやって、こう引っ張って引っ張った方が、動いた方をこう引っ張ってとか、そういう感じですよね。まあそれがねちょっと面倒になったんで一つにしてます私。まあこれでも全然大丈夫なんで、でこうやって後ろに持っていって、でかぎ針をこう持ってきて、こうですよね、まあ、こういう風にやってるんですけど、グッとして、そうですね、ここはね結構きつくやってもいいと思うんですけど、この中をねちょっと引っ張りやすいかなと思って抜くんですね、こうやってやって、でまあこういう感じで持った方が、まあ細い糸やしやりやすいかなと思って、まあ、私も最初はこうだったんですけど、やっぱりスルスルなるんで、なんていうんですかね、滑るっていうか、だからこういう風にやってますね、こうかけて。で、まあこれもね慣れるのは結構大変だったんですけど、私もこれでこの輪の中に細編みをしますね。で、この時点からもゆったり、結構ゆったり編みます。まあ6号にしてる時点で結構ゆったりだとは思うんですけど、まだね結構ふんわりしてるかなっていう感じで入れますね。こんな感じかな、ちょっと気持ち引っ張ってるかなっていう感じ。こう引っ張ってますね、ちょっと。3個目。っていうのも、この中に入っていくんで、次の目が。次の2段目が。なので、次4個目。5ですね。6。6個入れたら、これをね、引っ張るだけなんですね。こうやって。グッて。グッ。で、まあ、増し目なしじゃないわ。立ち上がり、引き抜きなしでやっていくんですね。で、どこかなっていう時に、1、2、3、4、5、6、6個目ありますよね。この6個目の細編み。細編みの頭がここなんで、この V ってなってるこの中。まあ、1段目、2段目するときはね、すごい、まあ、大変かもしれないですね、ちょっと。この V の中、ここを取って、で、こうやってね、爪で私はやってますね。爪でやって、この当ててる状態で、裏を見ながら、こう、糸、かぎ針をこう刺しますね。
で、刺してみた時に、このね、なんていうのかな。でも一番最初のところはね、もうここでいいと思うんですよね。あの、刺さるとこがこう V のところに来ないので。なんていうんですかね、こっち手前一本かかってる状態。そこで、まあ今回紛らわしいかもしれないですけど、私これいつも巻き込んでいくんですね。あの、一重でしかやってないから、まあ巻き込んでいきますね、ここも。紛らわしくなるかな。ここでね、こう巻き込みながら、こうね、V の中入れますよね。V の中入れて、で、こっちは、ここ、手前に一本こうかかってる状態、持ってきて、で、引っ掛けて、これはね、巻き込むから。で、引っ掛けて、こう持ってきたら、まあ、いつもね、こうやって引き抜きなんですけど、ここでも細編みしますね。1。で、次の2段目は、同じ目に2個ずつなので、あの、増やしていくんで。今1個入れましたよね。だから次、もう1個またこれもね、巻き込んでいくから。2個。ここもゆったり編みます。あの、イメージ的には、なんていうかな。ここのいつも頭拾って細編みしていくときは、まあこの1本分の分しかいらないからそんなにゆったりもいらないんですけど、この V を取ってる、ちょっと深いところを取ってるんですね。だからね、この、イメージ的には2本分ぐらいこうゆったり持っていった方がいいのかなっていうところなんですよね。伝わりますかね。あの、で、今2個。入ってるから、一番最初のところは分かりやすいようにこの V のところに次も入れるので V の中をマーカーでしてますね。いつもこの細編みの頭にしてるんですけど、まあ大体この中っていうことが分かるように、まあね、頭にしないっていうのは、まあ、どっちか分からないようになるかなと思って、まあ私はちょっと見慣れてるから分かるんですけど、まあ、この V の中を取っていった方が分かりやすいかなと思うんですけどね。こんな感じですかね。で、次もね、こうやって分からないときは、こうやってグーってやったら、ここは細編みやなっていうのが出てくるんですね。で、この V ありますよね、こう。よく見たら。この V の中を当てといて、で、爪でね、こうやってやりますね。こんな感じかな。まあ1段目はね、この V が裏には出てないからここですね。この手前1本ボーンって出てる。で、このポチッとしたところの向こう側を拾ってます。で、これを巻き込んで、同じところにまたね、2個。でね、いつもだったらもうこれぐらいでいいと思うんですけど、引っ掛けが。ちょっとね、ちょっと気持ち引っ張りますね。な。で、あと同じところに、細編みなんで、気持ち引っ張って、こう。次もこの V の中を取っていくから、この挟まってるものと、次の糸も入れなきゃなんで、まあ、あの、ゆったり編まないと、次は入れにくいんですね。あ、入れにくいって言われてる方もおられたんですけど、やっぱり結構あの、意識してちょっとそう、ふんわり編む、ふんわり編むって私も思いながら編んでるんですね、ずっと最後まで。だからねですね、やっぱりね、気をつけとかないと未だにこう入れにくくなったりとかして、まあでもほどくのが大変なんで、まあそのままいっちゃったりとかしてるんですけど、だからたまにね、きついとこもあるんですよ、私も。まあそこはね、やっぱり、でもこう結構ね、ふんわりした方が、この糸が生きて、まあ、いい感じになるんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあどこかきつかったですよね。やっぱりね、こう意識しとかないと私もきつくなったりとか、まあこの辺とかはきついんですよね、多分。こういうところからしたら、ここちょっと、V ってなってんのがちっちゃかったりするんですね、こうやって。だから結構ね、ずっと気にしながら編んでたりしますね、私も。で、またこのね、一
1段目はちょっとね見にくいんですよね。やっぱりゆったり編んだつもりがこうグッとね締めたところで締まったりとかするんで、でもやっぱね締めるとこはちゃんと締めた方がいいので、まあ、それも緩ますこともできないから、はい、1段目だけですね、ちょっとやりにくいのは。ここはねちょっとね針をグリグリしながら一応ね V の中通りますよね、こうやって。で爪で、まあ、爪でやらなくてもいいかもしれないですけど、私はね爪でやってるんですね。でこうやって入れるともうこの手前1本かかるんで、でこのポチッとしたものの向こう側入ってますよね、こういう風にこうやってね。で入ったなと思ったらこうかけてやった方がやりやすいかなと思いますね、あの糸を巻き込んでいきたい場合は。でちょっとゆったりで、ゆったりですね。これでもちょっとねあのきついかなっていう感じですかね。でまたここもね入れますね、 V のここ V になってますよね、 V の中入れて、でスーッてやったら手前一本かかるんで、でポチッとしたところの向こう側でこうして、もうちょっと引っ張った方がいいんかな、こうやってですね。だからね若干ねこのきつかった場合はちょっとちっちゃ、全体的にちっちゃくなってて、で結構全体的にゆったり編んだなっていう場合は、まあこれはレシピがねちょっと違うんですけど、ここからはね同じ丸で丸の大きさでやってるんですよね。これ確かねこれとこれがちょっと違ったんですよね。これがちょっと大きめになって、これがちょっとちっちゃめ、なんかこっちの方がパンパンと張ってる感じですよね。だからこういう感じでね全体的に変わってきたりとかするんで、こう結構ゆったりですよね、こっちの方が。こうか、だから同じ人が編んでもこうなるんですよね。まあ、それとか面白かったりするんですけどですね。でもゆったり編んだ方が、まあ、やりやすいはやりやすいんですけど、まあ、きつい方もね、まあ、これはこれで可愛いんですけどね、まあ、どっちにしても可愛いっていうでも編みやすい方を選ぶんであればやっぱりこうゆったりした方がいいですねでこうまたねこう V でできたなってなったら、ここの V の中を針で当てて、でそのまんますぐ上と割とこの手前1本取れるんで、でポチッとしたところの向こう側取れるんで、でこの糸を巻き込んで編みますね。私はこうかな、ちょっときつかったかもしれないとか思いながらねずっと一目編んでるから、もうだいぶ時間かかってるんですよね、この編むところで。まあガマクちゃんも慣れてるから、まあ、結構、早いんかな、どうかな、まあ、夢中でやってるから早いんか遅いんかちょっとわからないですけど、一番最後ここですね、この針がかかってる手前のとこまでだなっていう感じで、ちょっとね見にくいんですけど V があるんですね、こうやって。でここを当てて、でそのまま行くとこうなんですね、まあ、ここありましたね、 V が。こういうことですね。裏はポチッとしたところの向こう側で、ちょっと影になってるかな、この V があったら、まあ、私はねこの中を取ってたんですよ、こうやって V で、こっちも V の中で向こうも V の中を取ってたんですよ。今中取ってますよね、ポチッとしたのとこの V の真ん中を取ってるんですよ。こっちにも筋があるし、こっちにも筋がある、ここを取ってたんですけど、斜めにこう行くんですね、これだと。でなんとかならないですかねみたいなこと言ってたら、あのコメントでこの V を外すといいですよって教えてくださった方がいるでね、でその方のおかげで楽しめてるんですよねこの V 外すっていうのは、この V がこう左に全部見えてる状態、これでこう2個入れるんですよ。待ってね、教えてくださる方がいられるんですよねで、そうです。だからね、私もね、なんか分からないなりに、こう結構、まあ、恥をさらしているのは、こうやっぱり教えていただきたいところとかもあるわけですよね、私。まあ、そういう意味でもね、やっぱり私も、
初心者は初心者なので、まあ、あれですよね、なんかね、たまにもこ先生とか言われるんですけど、なんかね、やっぱりそういう感じでは私は全然なくって、まあ、私の場合はあれですよね、なんか色の組み合わせとかそういうところを見ていただいたらっていう感じのスタンスでやってますだからね、私も教えてもらうことたくさんあって、次3段目なんですよね。で、ここが一番最初なんですよね。で、この一番最初のところに、まあ3段目の増やし方、まあ円の増やし方は下にリンクで貼っておくので、概要欄に貼っておくのでよかったら見てみてください。最初からね、増やし目なんですよね。ここもまだ巻き込みますね。増やし目っていうのを同じところに2つ。で2つやったんですけど、1個目のところにまたマーカーをつけますね。とここ1個目、で次は1つなんですね。この V のこうやってね、1個1個確かめていくといいかなって思いますね。この V の中、ここを取って、まあ2段目からはね、3段目からは分かりやすいと思うんですよ。こうやってやって、刺してみますよね、一回。で、刺してみて、こっちに V が偏ってますよね。で、ポチッとしたところの向こう側。こんな感じですね。これ V。裏の V。VV 言ってるんですけど。これで一個。ゆったり。で、次は同じところに2つなんですね。で、ここ2つ入ってるんですよ。V、V って。2個細編み入ってますよね、前の段の。こっちの V よね。ここに、同じところに細編み2つ。で、こうやって入れてみて、こっちにね、V が偏ってるんですね、こうやって。左に。こう。ん？見えるかな？ここ、V。何入ってるかなっていうのを確かめて、2個。ね、一回一回裏を見てっていうのがね、やっぱ面倒なんですけどね、まあ、全部こう確認しながら次1個こうやってね、ここではなくてここですね、ここに針を入れて次1個、だからね、数えながら、まあ、円をねこう編んでいくときは増やしながら、まあそこも気をつけながらなんで、まあ、結構ね、そこはしんどいですね、最初は。でもね、この後立ち上がりのところはもう全部こういう風に取っていけばいいだけなので、そうですね、この円の増やすところだけですね、大変なのは。で、次またこの V のところをね、ここ取って増やし目。ここね、ここじゃなくて、ここではなくて、この横。取ってもいいかなって思うので、これも巻き込まずにこのまま置いていきますね。で、増やし目なので2個。この段はちなみに増やし目1、増やし目1ですね。2、1、2、1。で、次は細編み1ですね。ここじゃなくてここ、で、1個。で、次は増やし目。ここの V の中、取ってみて、で、刺してみますよね。刺してみて、違うかったら抜いたらいいっていう感じなんで。ここね、割れる場合もあるんですけど。こうじゃなくて、ここですね。で、増やす。1、2。で、次は1つ V の中を取って、ここじゃなくてここ、増やす。で、次はまたここね、 V のところこうやって見ますよね。じゃあ、分かるんで、
つだなっていう感じですね。結構ね、この右手、まあ左手の方は、左利きの方は左なんですけど、この利き手でこうやってかぎ針持ってますよね。その時に結構軽く持ってると、まあ、きつくなりにくいかなっていうところですけどね。まあ、それがね、私も最初は難しかったんですけどね。やっぱり硬く持っちゃいますよね。軽く持つとね、こう、ふわっとできやすいかなって思うんですけど。こうね、二つやって、で、一つ。ここじゃなくて、ここではなくて、ここじゃなくて、ここ。に一つ。どこ間違えてるな。2121。ここで間違えてる。そんな感じね。まあ、増やし方はもう下に、概要欄に貼っているので、見てみてください。まあ、入れ方っていうか、そういうところは今言ってた通りなんですけどね。ほぼ2ですね。でもなんかね、こう慣れてくると結構スッといける感じですかね。やっぱりね、やっぱりその時その時ゆったり編まないと、やっぱりここもね、スッと入らなかったりするから、まあそれがね、ストレスになるから、やっぱりこう、今編んでるのも次のためにゆったり編んでるって感じですね。そういう意識が持てると、まあ次、こうグリグリしたくないから、ゆったりしようかなっていう感じには気持ちを持っていけるんじゃないかなって思うんですけどね、個人的には。あ、ここは間違えてた、間違うかね、今ね喋りながらやってるからね、まあ、変なこと言うしなんか間違ってたりとかするんですけど、まあ、見物しながらね喋るの難しいですね。こういった感じで、でいろいろ考えながらやってるから2 で1かな。で、2。こうやってね、ゆったり前の段だから、こうスッと入るんですね。で、1で終わりますね、この段。同じところに1。1で編んだら、あとこのマーカー取って、もうここは最初って分かってるんで。で、次の段は1。一つのところに一個から始まりますね。位置したから、マーカー入れようと思って。マーカー入れますね。で、次は同じところに2。1、2。で、次は1、2。一つずつ細編みします。だってね、ここじゃなくて、ここ細編みで、またここじゃなくてここポチ、手前にポチで細編みで、次増やし目、ここですね。 V がこっちにある、左に V、 増やし目1、2。こんな感じにずっと増やしていきます。ちなみにこれがね、このレシピなんですね。まあやり方っていうか、この1、2、2個のところでやってたりするので、よかったらそれも合わせて見てみてください。で、20段やってますね。で、これここまで書いてるんですけど、1個減らして、V7 のとこまでで終わってます。で、この V っていうのは同じところに2つ入れてるってことですね。で、7は1つずつ細編みしてるっていう意味で私は書いてるんですね。こんな感じでやってます。まあ、何か参考にしていただけたらいいかなと思って。まあ、ここからはね、まあ普通にまたできましたみたいな感じでやっていこうかなと思います。では、やっていきます。こんな感じつけてきました。めっちゃ可愛いですよね。あんな
なんかね、ちょっと動画の最初の方ね、なんかまたね、皆さん優しいからね、心配してくださるんですけどね、声が出てないんですよね。なんかもうびっくりするぐらい声出てなくて、ちょっと伝わってなかったら申し訳ないんですけど、寝起きすぐでね、撮ってたりとかするんですね、そういう場合。なんかね、ちょっと聞きにくかったら申し訳ないです。まあ、ちょっと絵で見ていただければなと思いますね。こういう感じでぐーって回したら、こんな感じなんですよね。めっちゃ怖いんですよね、これ。これも結構派手な感じでしたね。まあ見るからね、派手なんですけど、こんな感じで出るんだと思って。アメリアスターミで編むとまた違った感じなんですよね、きっと。こんな感じ。こういう感じですね。なんか、はいですね。なんかこの辺がやっぱり派手ですね。で、まあいろいろ聞かれてて、まあこのプチプチを入れてるんですけど、角張りますみたいな感じの方もおられてね。私はね、そう、普通に入れたら角張るんですよね。だからね、こうやって、もみもみしてます。くって。ある程度ね、こう、あっちこっち触ってみて、こうやって。こう、丸く、自分の中のこれっていう形があると思うんですよね。まあ、いろんな形になるんで、やっぱりこう、やってると、こういう風にもできるし、まあ、ちょっとこういう風にペタンとしたいなっていう方はこうですよね。こんな感じでやってます。それぐらいかな。なんかいろいろご質問があったんですけど、まあ、全部お答えできてるかちょっとわからないんですけどね。まあ、こういった感じですね、今回。これとね、1番、3番、5番、7番が割と派手かなと思いましたね。どうかな？でも人によって派手とか派手じゃないっていうのはね、違ってくるから、まあどうかな。こういう感じ。まあ、この辺が結構派手かなと思って。これが一番派手かな？今のところ。どうでしょう。本当にね、絵の雰囲気捉えられてますよね。めっちゃ面白いんですけど。また連続で作れますね、まだ。もう全部一気に最後までいけそうな勢い。まあそう言ってて最後までできなかったらあれなんで。まあ。途切れるかもしれないですね。まあ全速で今のところはいけそうな気がするので、まあどうですかね。こんな感じで何か今回もご参考にしていただければなと思いますね。これでこういうのができましたっていう感じで、はい、こんな感じで今日終わります。ちょっと動画は長くなっちゃったんですけど、そうですね、動画が長い場合もなんかね、コメントで書かれてたんですけど、なんかね、私は一番最後に飛ばしてみますって言って、で一番最後に飛ばしてから、あ、こういうのだなっていうので、で最初からバーってまた見てくださってるみたいでね。まあそういった見方もありかなって思いますね。うん、私その間々でちょっとね、すごい変わったりするんで、やり方で全部ほどいたりとかいろいろしてるんで、最終的にどうなるんだろうっていうのところを見ていただいてから、まあこう最初から見たい場合は見ていただいてっていう、まあその方の見方はいいなと思って。私が逆やってもそうするかなと思って、ちょっとご紹介させていただきました。いや、そうですね、なんかやっぱりこう出来上がりを見ていただいて、あ、こういうのかっていう感じで、やりたくない場合は、やっぱりその、結構長かったりとかしても、もうその長い時間が無駄になっちゃうと思うんで、それやったら、まあ私の動画に限らずね、なんか他の方の動画とかを見る時間とかあったりするじゃないですか。まあ時間も永遠にあるわけじゃないから。だから結構そうやって時間を大切に、使っていただけたらなって思いますね。はい、こんな感じです。今日も最後まで見てくださり、ありがとうございます。